はい、ちょっとね、この木撤去するんですけど、あとこの石も、それ以外は一応全部取り除きたいものは全部取り除いたって感じなので、一旦コンプリートしたっていうことで、自己満足してます。で、ここからガーデニングエリア作っていきたいと思うんですけど、まだプランがね、はっきり決まってないので、ちょっとワクワクしすぎて、っていうか、まあ、このなんか、いろんな、ちょっと木とか草とか石とか、取れたことに結構満足しちゃってて、今、ちょっとその先のことが考えられてないんですけど、一応、そうですね。まあ、達成したということで、これからプラン立ててどうしていこうかやっていきます。で、フルーツの木とかをもっと違うところに植えたかったりするんですけど、それはなんかここじゃないので、また土壌開拓っていうことをしていかなきゃいけないんですけど、まあ、とりあえずは頑張ったっていうことで。とりあえず自分お疲れ様でした。で、ちょっと雇ってた、臨時で雇ってた豚が本気で来なさすぎて、全然土を掘り起こしてくれないんですよ。っていうの、イコール私がやらなきゃいけなくて、だから、ちょっと余計な仕事が増えちゃったんですけど、今度ガーデニングエリアが作られるとすると、もう豚はいらないので、解雇しないといけないんですよね。だからちょっともう来ないでくださいって実は言いたい。で、あの木、オヒアレフアの木で、ちょっともう多分死んでるんですけど、まあちょっと生き返ってくれることを願って、あえて残してます。一応切る予定はないかな。